世界中の多くの学者がその価値を認める国、日本。数多くの文明が存在する社会で、あまりにも独特なその文化は多くの国々に良い影響を与えてきました。その民族性は世界トップの頭脳、ハーバード大学の授業でも取り入れられ、社会の発展に寄与しています。ユダヤ人社会人類学者のレヴィ・ストロースは、日本には比類がないと、その独自性を称えています。比類がないとは、つまり他に比べるものがないほど優れているということ。世界中の社会や人類を研究してきたレヴィ・ストロース、彼の著書「月の裏側」では、日本に対する敬愛が感じられます。レヴィ・ストロースは、構造主義、人間の社会や文化は目に見えない構造によって成り立つという学説を発表しましたが、構造主義を提唱したレヴィ・ストロース自身が、日本は構造主義に当てはまらないと言及したのです。レヴィ・ストロースが初めて日本の地に足を踏み入れたのは1977年。初来日はかなり遅いですが、レヴィと日本の関わりは彼が小さな子供の頃から始まっています。祖父は作曲家、父は画家という芸術家系。当時19世紀後半では、ヨーロッパ人の間で趣味として日本のものをたしなむジャポニズムが盛んでした。クロード・モネのラ・ジャポネーズは有名ですね。レヴィ・ストロースの父もジャポニズムに感化されており、レヴィが何か良い行いをすると父から浮世絵をもらっていたそうです。幼い頃から日本文化に親しんできたレヴィは、日本の美術や工芸への関心を持ち続けてきました。その後、社会学の教授としてブラジルに渡り、様々な学問や研究を行いながら社会人類学者として活動するように、そして構造主義を提唱して現代の思想のあらゆる方面に大きな影響を与えてきました。冒頭でもお話しした通り、構造主義というのは、人間の社会や文化は目に見えない構造によって成り立っているという学説です。どんな人種や地域、国でもある程度の構造的な共通点があるという趣旨で、たとえ未開社会でも社会機構や精神世界があって、それらが人間社会の構造であると提唱。レヴィ・ストロースは世界中の文化や神話を研究して共通点を発見してきました。しかし、そのレヴィ自身が、日本には比類がない、つまり比較することができない国だと発言したのです。一体彼は日本のどのようなところにその価値を見出したのでしょうか。その一つが、日本の音楽の特異性について。これは最近の音楽ではなく、伝統音楽のお話です。一般的な音楽はノイズ、つまり雑音を雑音として処理しており、音楽に不要なものとして扱っています。ほぼ 100% 消したり隠したりしていますが、日本の伝統音楽は別。和楽器の音には特有のかすれや揺らぎがあります。尺八や笛のかすれた息の音、三味線や琵琶の揺らぎのある音は意図的に作り出されるもので、和楽器においては雑音の美しさが認められているのです。雑音として感じないレベルで音楽と一体化していますよね。そしてリズムも独特のものがあります。日本の伝統音楽は一定のリズムを刻んで演奏するものではなく、曲の中でリズムが変化していきます。例を紹介すると、伝統音楽の中の序破急、序破急というのは、曲の始まりはゆっくりしたテンポで、曲が進むにつれてテンポが速くなり続けるもののこと。これは世界的に見ても珍しいリズムの取り方と言われており、レヴィ・ストロースもこの日本の伝統音楽に関して、いかに日本の音楽が得意かということを説明しています。レヴィは日本の音楽に対して、私は西洋で生まれた音楽の形式が非常に深く身についてしまっているので、一般にそれ以外の異文化の音楽は自分の感性にはピンときません。職業上それらの音楽に関心は持ちますけれども、感動することは稀。しかし日本音楽は例外でした。日本の音階はうまく心の動きを表現することができるのですと語っています。レヴィの日本文化への傾倒と分析は、当然彼の原点にある日本画を含む芸術にも至ります。ちなみに、日本の芸術の出発点はいつ頃からかご存知でしょうか。それは日本における最初の時代区分、縄文時代から始まっていました。レヴィは日本の古代史にも知見を持っており、最近明石市の近くで人間の手が加わった、おそらく5万年ないし7万年前の木の板が見つかりましたが、このような例が他に世界のどこにあるでしょうかと述べており、日本の独自性が古代から始まっていたことに驚きを持って語っています。そして
縄文時代の名前の由来になった縄文土器。基本的に縄文時代は農業がなく、定住での狩猟採集が今のところの定説ですが、土器の製作に関して非常に優れており、この時点でまさに比類のない独創性を発揮しています。人間の作った様々な文化のどれを見ても、この独創性に並ぶものがありません。縄文土器に類する土器は全くないのです。火炎型土器はまさに唯一無二であり、説明のための例えに適当なものさえ見当たりません。と、世界の人類文化を研究している専門家に言わしめるほど、縄文時代の日本人の芸術性、そして技術力の高さがうかがえます。レヴィが子供の頃から慣れ親しんだ日本画、彼は特に江戸時代末期を代表する浮世絵師の一人、歌川国芳の描く浮世絵を好んだようです。浮世絵は世界的にも人気の高い日本が誇る芸術の一つ。ただ、歌川国芳の浮世絵は特段評価が高かったわけではありません。特に体中入れ墨だらけの男性をよく描いており、当時は退廃的として評価を得られていません。しかし、レヴィはその絵に対して非凡な発明と荒々しさが表現されていると思うのです。と、とても好んでいるコメントを残しています。日本の漆器や焼き物に関してもレヴィは分析をしており、洗練の極は素材の味、素朴の美です。一言で言えば不完全の美。科学技術革新の先端を行く国でありながら、アニミズム的な考え方に対する敬意を失っていません。と語っています。社会人類学の権威が敬愛するほどの魅力が日本の芸術にはあるということですね。世界中の神話を見ても、日本にしかない話はありません。世界のあちこちに同じ話があります。しかし、話を構成する要素がこれほどしっかりしているのは日本以外にはありません。レヴィ・ストロースは日本の神話を分析した結果、このように語りました。レヴィ・ストロースはキリスト教を信仰しており、その聖地はエルサレムであれば、エルサレムに行った時に最大限の感動を味わえるはず。しかし、レヴィがそれ以上に感動を覚えたのは、日本の神話の舞台である霧島の山や天の岩戸神社でした。なぜ彼はこれほど日本の神話に感動し、評価しているのでしょうか。そこには、日本が世界と大きく違う神話の姿が存在しました。西洋では基本的に神話と現実の世界は切り離されて考えてきました。あくまでも想像の世界、人間の歴史に絡んでおらず現実にはなり得ないという考え方です。何世紀も前から神話と歴史を区別をしてきており、検証できるものだけが歴史的考察の対象とされています。そこから逆説的な結果が生じます。歴史として伝達できることが実際に起きたというなら、その場所がはっきり示せなければいけないのです。しかし日本は違います。日本の歴史が書かれるようになったのは比較的遅い時期、歴史が自然と神話につながるように書かれており、神話から歴史への移行が非常に滑らかです。このことに関してレヴィは、神話が現在に伝えられた状態を見ると、神話の編者は意識的にそれを本来の歴史への序章とする意図を持って書いています。九州では類稀な継承が神話に美的次元を加えます。神話を現実味、具体性を与えてそれを豊かにしますと語っています。これはただの私の感想ですが、日本の古神道は自然崇拝であり、もともと自然に対する畏敬の念、そして全てに神が宿るという八百万の神の価値観がベースにあるからこそ、雄大な自然と神話がつながったのではないかと感じました。レヴィは日本に関してこのように発言しています。日本は均質性の比較的高い一つの民族、一つの言語、一つの文化を形成していますが、それに加わった要素は様々であったに違いありません。ですから日本はまず出会いと混和の場所だったのです。歴史の流れに運ばれてきた様々な物質を蒸留して少量の貴重なエッセンスだけを取り出すことができたのです。外から来たものを上手に取り入れ、日本独自の形にする、食でも宗教でも同じようなものが見られることからも、日本人の大きな強みの一つとして存在しているかもしれませんね。神話というものは物語を通して自己成長や精神性の向上を果たす役割を持っていますが、日本人にはどのような精神性があるのでしょうか。ここに関してもレヴィは独特のものがあるとしています。人間の自我、意識や行動の主体としての自分は西洋と東洋で大きく考え方が変わってきます。西洋の思想は自我を大事にする、つまり個が主体です。あらゆるものが個人から出発するというもの、対して東洋は
自我は仮の姿で、いつかは消えてしまうと考えます。人間は生物的、心的現象として生ずる仮の姿であって、自己という永続的要素はなく、仮染めの形、必然的に消え去るものということです。この西洋と東洋の価値観の違いは、言葉に対しても現れます。西洋の価値観としては、言葉を使って世界を理解する能力を持つ、つまりうまく述べられた言葉は真理に合致するというものです。言葉の力を信じているということですね。現代よく言われる言語化はどちらかというと西洋寄りでしょうか。対して東洋では言葉と現実が一致しないとしていました。日本は東洋の国、日本も同じように自我は仮の姿であり、言葉と現実が一致しないと考えていたのでしょうか。実は日本人は西洋と東洋どちらにもよらず、独自の在り方を構築してきました。日本では自我というものを出発点でもなく、仮の姿でもないある種の到達点として捉えています。つまりゴールです。集団の中で研ぎ澄まされ、そこから個人としての自我が出てくる。よくある日本の自己紹介では丸抜工業の田中山ですという挨拶をしますが、これも集団の中の個人という前提が身に染みているからこそだと感じています。そしてこれは言葉にも現れている。トレビーは語ります。日本語では私やあなたなどの認証代名詞を比較的避ける傾向にあります。日本語は主語がなくても伝わるとよく言いますよね。英語は認証代名詞がないと言葉として成り立ちませんが、日本語はあった方が分かりやすいですが、なくても問題なく会話が進行します。この認証代名詞を避けるという行為も集団が前提にあるということから来ているのかもしれませんね。実はこの精神性、日本人の仕事の在り方にも関わっているとレビーは語ります。レビーは日本に来日しており、その時の研究テーマが人間にとって労働とは何か。レビーは日本人の働き方を研究するため、漆塗りや木工、陶芸などいわゆる日本の伝統工芸を徹底してリサーチすることに。彼がそこで理解したのは、西洋人の働くと日本人の働くの違い。西洋の労働は自分の頭にあるプランを完璧に当てはめる。コンクリートで何かを作る場合、素材をペースト状にして自分たちが作った設計図に従い完璧な形を作ります。しかし日本人は全く別、自然の石をどう組み合わせたら石垣になるかを考えます。陶器を作る場合はこの土が成り立っている形を引き出す。仏師は私は何もしていない、この木の中に眠っている仏様を掘り出しただけだと言います。つまり日本の職人が行っているのは、何かを支配してコントロールしようということではなく、素材そのものが持っている素晴らしさや潜在能力を引き出そうという点です。これについてレビーは、これが日本人の働き方であって、今の西洋人が失っていることだ、日本人にこそ学べと語っています。目の前の存在が持っているポテンシャルや能力を引き出すという考えは、日本の国際支援 ODA にも現れていますね。技術支援を惜しみなくして、目の前の人の可能性を引き出し、国としての自立を支援する。いくら時代が進んでも、こうした日本人らしい在り方は忘れずにいたいものですね。そういった世界に誇れる私たちの文明を、日本は一国で成立する孤立文明だと、その独自性を強調している学者も存在します。それが文明の衝突のサミュエル・ハンティントン。世界の国々はそれぞれの文明圏に分けることができ、それらは主に8つに区分できると主張したハンティントン。彼の著書文明の衝突では、世界への冷静な視点を感じることができます。サミュエル・ハンティントンは、人々は文化的なグループと一体化すると発表していますが、世界の文明を研究したハンティントン自身が、日本には固有の独自の文明があると言及したのです。サミュエル・ハンティントンが文明に注目し始めたきっかけは、1939年に勃発した第二次世界大戦。ハンティントンはもともと近代化、そしてそれに伴う社会変動や民主化など政治理論を扱っていました。しかし彼の教えをフランシス福山が出版した歴史の終わりという書籍で、国際社会において民主主義と自由経済が最終的に勝利するという仮説が提示されました。それに応える形でハンティントンが一冊の著書を発表します。
それが彼の名を世界に広めることになった文明の衝突。ハンティントンはこの発表の中で世界の文明同士の関わり、そしてその後の世界の様子を書き記しました。文明の衝突では、タイトルの通り文明に着目して、冷戦後の世界秩序を分析する国際政治学的な研究を行ったものです。著書の中では、文明とは何かを定義した様々な文明からなる世界という項目と、非西欧文明の発展を論じる文明間のバランスのシフト、文化的秩序の発生について論じた文明の秩序の出現、紛争や戦争などの文明の衝突、そして文明の未来まで、世界のつながりや今後起きうる問題を文明という視点で解き明かしています。一体なぜハンティントンは文明というものに着目したのでしょうか。彼は、国際政治において文化は重大な役割を果たしていると指摘しています。というのも、文化とは人間が社会の中で自らのアイデンティティを定義する非常に重要な要素の一つ、そして国家がアイデンティティを政治に利用する傾向にあるためです。人の行動というものは当然ですが、利益や権力への従属だけではなく、文化的なものによっても決定づけられます。日本の常識は世界の非常識という言葉もありますが、その言葉が表すように、私たちは思った以上に文化によって行動を決めています。だからこそハンティントンは、文化、文明が国際政治に大きく関わると指摘しました。そして、現在の諸国家を7つまたは8つの主要文明によって区分しようと提案しました。この主張は、提案した当初は様々な批判をされてきましたが、2001年の 9.11 以降、文明の衝突が自明の事実と言われるようになっています。ハンティントンが挙げた文明を、書籍文明の衝突と21世紀の日本に書かれている順で簡単にご紹介します。はじめに文明の定義ですが、ハンティントンの書籍では、文明の輪郭を定めているのは言語、歴史、宗教、生活習慣、社会制度のような共通した客観的な要素と、人々の主観的な自己認識の両方であるとしています。ではハンティントンの挙げた文明を見ていきましょう。まずは中華文明、中国はもちろん東南アジア、ベトナムや朝鮮などを含んでいます。次に日本文明、西暦100年から400年の間に中国から独立した文明圏と説明されています。ヒンドゥー文明、インド亜大陸において発生したヒンドゥー教を基盤とする文明圏。イスラム文明、7世紀のアラビア半島を起点として北アフリカやインド亜大陸など各地に広がっていきました。東方正教会文明、16世紀にビザンツ文明、東ローマ帝国を母体として発生。そして西洋文明、8世紀頃に発生し、ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカで構成されると見られています。19世紀から20世紀は世界の中心でしたが、中華文明やイスラム文明が勢力を伸ばしていることで、より一層団結する必要があると語られています。7つ目がラテンアメリカ文明、西欧文明に含まれていましたが、西欧と土着の文化が融合した結果、独自の文明として発展したものです。協調主義で権威重視なところがあり、ヨーロッパなどには見られない文化的特徴があります。ここは日本と少し似ているかもしれませんね。これらの7つの文明にアフリカ文明を加えることで、8つの文明圏に分けることができます。これらの文明、よく見るとほぼ全てが複数の国を含んでいる文明なのに対して、日本文明のみただ一つの国家、つまり日本だけで成り立っています。ハンティントンは一体日本の何を見てこのような分け方をしているのでしょうか。そこには世界からあまりにも孤立した独自の世界観がありました。繰り返しますが、ハンティントンは世界の文明を8つに分け、日本文明を一国で成立する主観的な自己認識を持つ孤立文明だとしています。このように日本の文明を独自のものとして扱っているのはハンティントンだけではなく、フィリップ・バグビーやマシュー・メルコといった研究者も日本文明を一つの独自の文明としています。ハンティントンは日本文明に関して、一部の学者は日本の文化と中国の文化を極東文明という見出しで一括りにしているだが、ほとんどの学者はそうせずに日本の文明を固有の文明として認識していると語っています。日本が独自の文明として挙げられている理由の一つが、日本語
文明を構成する要素の一つに言語がありましたが、日本語という独自の言語はまさに日本文明を形作る最たるものです。ひらがな、カタカナ、漢字という構成もさることながら、世界でも数少ない植民化されなかった言語という点があります。現時点で最も普及している言語は英語ですが、これは過去に大英帝国が60以上もの地域や国を支配してきたためです。スペイン語やポルトガル語なども同様ですね。世界中でヨーロッパ諸国による植民地化が行われており、主要な言語の入れ替えが起こっています。しかし日本は別。鎌倉時代中期にモンゴル帝国によって行われた対日本侵攻をしのぎ、西欧諸国のキリスト教布教、そこからの植民地化を防いでいます。キリスト教に関する話の一部はこちらの動画の中で解説していますので、ぜひご覧ください。さらに戦後のアメリカ占領下ですら、ローマ字を通じた英語化に流されず日本語を維持してきました。日本人の底力によって守られてきた日本語は、まさに日本を独自の文明たらしめるものとして存在しています。他にもハンティントンは彼の著書文明の衝突と21世紀の日本で、日本という孤立文明の特徴について語っています。まず一つ目が文明と国家の一致。他の全ての主要な文明には複数の国家が含まれています。しかし日本文明は日本のみ。日本には他の国の人によくある祖国を離れていても共同体の感覚を持ち文化的な接触を続ける、いわゆるディアスポラすらないと語られています。よく言えば環境適応能力が高い、悪く言えば変わり身が早いといったところでしょうか。ちなみにハンティントンはこの孤立した状態をプラスの側面のみで捉えてはいません。共通の文化を分け合っている国々は高いレベルで信頼し合い、信仰を深め、よりたやすく協力し合い、互いに支援を与え合うと語っています。確かに文化が共通であればお互いに理解があるので関係構築などの点では容易かもしれません。しかし日本人は実際に評価され、必要な時には支援してくれる国や人々も多数います。これもひとえに文化を超えた人間性をこれまでの歴史で発揮してきたからという点もあるのではないかと感じています。そしてハンティントンが特徴として挙げた要素がその発展の仕方。日本が特徴的なのは、最初に近代化に成功した最も重要な非西欧の国でありながら西欧化しなかったという点である。先ほどの言語の話に通じるところがありますが、英語を主要言語にもせず、文化は取り入れてはいるものの完全に乗っ取られているような状態ではありません。これは開国後日本が近代化を目指して動いていたものの、西欧化を拒んできた結果によるものです。その結果出来上がった社会は近代化の頂点に達しながら、基本的な価値観、生活様式、人間関係、行動規範においてまさに非西欧的なものを維持し、おそらくこれからも維持し続けるとハンティントンも語っています。特に書籍ではアメリカの文化と比べており、個人主義と集団主義、罪と恥、権利と義務、競争と協調、契約と結束関係などなど多くの違いを挙げています。そのためアメリカと日本の関係は、アメリカがヨーロッパの同盟国と築いているような打ち解けた思いやりのある親しいものであったことはないし、これからもそういう関係が築けるとは考えにくいとしています。私もとても共感しました。どちらの文化が良いか悪いかという話ではなく、そもそも価値観が違いすぎるという点は否めません。できればお互いのいい部分を認め合っていい関係を築けるといいですね。さらにもう一つ、日本の近代化に関してハンティントンは特徴を挙げています。それが日本の革命。日本では諸外国のように大規模な革命は起きず、近代化を進めてきました。イギリス、アメリカ、フランス、ロシア、そして中国には革命があったし、ドイツでさえナチズムという形で一種の革命があった。しかし日本には革命がなかった。日本の近代化は上から課された主要な改革の時代、明治維新と米軍による占領の中で進められたのであると語られています。こちらも別の動画でお話ししていますが、明治維新は日本をひっくり返すような規模としてはかなり大きな改革です。にもかかわらずそれほど大きな血が流されませんでした。明治維新での死者数は3万人以下と言われており、フランス革命やロシア革命よりも2桁から3桁ほど少ない状況。これは経済学者のドラッカーなど多くの学者に注目されており、ハンティントンもこの明治維新を日本文明の要素の一つとして捉えています。
米軍の占領下でもとんでもないスピードで発展し、民主国家へ変貌を遂げた日本。こういった中でも大規模な流血を伴う革命がなかったことで、日本の伝統的な文化の統一性が維持されつつ、高度な近代化した社会を築くことができたと語られています。日本を独自の文明に押し上げた偉人の行動をご紹介します。その人物は聖徳太子。日本を代表する偉人であり、知らない人はいないでしょう。官位12階、17条の憲法、遣隋使派遣など国家体制を整え、天皇による中央集権を進めた人物です。608年、聖徳太子が中国の隋の皇帝煬帝に送った国書の中で、東の天皇が敬いて西の皇帝に申すと記されていました。これが主要な史書の中で天皇という称号の使用が確認される最初の例とされています。それまでは日本の君主は大君やスメラミコトと呼ばれていました。大君は漢字で書くと大王となります。なぜ聖徳太子をはじめとする当時の日本のトップは君主の呼び名を変更したのでしょうか。当時日本は中国から倭と呼ばれており、その君主の称号として倭王を授けられることに。当時の中国では皇帝がトップで、その下に複数の王がいる体制でした。王は中国の皇帝によって領土を与えられたただの地方の人。つまり倭王という呼び名は中国の皇帝に従う人の一人という位置づけだったのです。朝鮮半島の王なども同様の扱いです。その扱いに聖徳太子は抵抗を示しました。それが先ほどお伝えした中国皇帝に送った国書。大君には中国への侵入を意味する王という文字が入っています。これを避けるため君主の称号を天皇に変更。大国だった中国に対抗しようという気概で国書を送りました。日本書紀では当時の日本が朝鮮南部を統治していた記述があり、領土の拡大を進めていました。文化的にも発展していたこともあり、中国に従う理由がなく、周辺諸国にも中国と対等、むしろ日本が優位にあることを示すという面でも王の称号を捨てたとされています。ちなみに王よりも皇の方が位が上です。なので捨てたというよりも格上げされたという方が正しいかもしれません。日本の歴史を見ると、戦国大名もキリスト教の布教や植民地化から日本を守っていたり、日本人としての気概やリーダーとしての責任、思いを感じる部分が多くありますが、それは聖徳太子の時代から、もしかするともっと前から脈々と受け継がれてきたものなのかもしれませんね。1万6000年前の土器が発見されて、縄文時代はさらに長く続いたことになりました。その中では独特な土器の装飾や定住、食料の栽培、そして遠く離れた土地との交易など、非常に発達した文化が存在していたとされています。一部の人は縄文文明と呼ぶほどです。その時代から受け継がれる日本の文化と精神性、そしてそれを守ってきた偉人たちの気概を受け継ぎ、これからも日本人として生きていきたいですね。まさに唯一無二、独特な存在である日本。そうした日本の在り方を見て、世界は日本的な日本を必要とすると世界的に著名な経済学者の一人ドラッカーは語ります。ドラッカーは、人類の歴史上戦後日本には似たものがなかったと、ハンティントン同様日本の独自性を捉えています。マネジメントという概念を人類史上初めて生み出し、世界中の経済に大きな影響を与えてきた経営学者。ドラッカーはもちろん世界中の経済や歴史にも知見がありますが、そんな彼が戦後日本を戦後似たものがないと称賛を送り、世界が日本的な文化や価値観を必要とすると言及しています。ドラッカーと日本との関わりは1934年から始まります。ピカデリーサーカスを歩いている途中に突然の雷雨。たまたま雨宿りに入った建物の中で、日本政府主催の日本美術展覧会が行われていました。そこで日本画を熱心に見ていると、随分と日本の絵画にのめり込んでいますねといったニュアンスの言葉をかけられ、そこで初めて自分が日本画に魅力を感じていることに気づいたそうです。その時の感情をドラッカーは、恋に落ちましたと語っています。その後1959年箱根で開かれた現日本経営協会主催のセミナーにて登壇するために初来日しました。講演の依頼で来日をしていますが、実を言うと日本画を見たかったから引き受けたと話しており、
どれだけ日本画に魅了されていたかがわかりますね。その講演会の際にドラッカーは、コンピューターとは情報で、情報によって経営のやり方も社会の機能も変わるという内容を参加した経営者に伝えました。しかし当時の参加者のほとんどは、空想科学的な発想だといった反応を示したそうです。当時は信じられなくても無理はありません。しかしその中でもドラッカーの話を受け入れ熱心に聞き入る人物が3名ほどいました。それが NEC の小林浩二博士、オムロンの立石一馬さん、そしてソニーの森田昭夫さん。 NEC 以外は当時は名前も知られていませんでしたが、今では言うまでもなく日本トップクラスの企業です。その中でもドラッカーが忘れられないエピソードがあるそうです。ドラッカーが箱根に滞在している時、東京に連絡を取らなければいけないことがありました。しかし当時の電話のシステムは完璧ではなく、一日中電話をかけ続けることに。その結果懇親会に遅刻してしまいました。遅れた理由とお詫びを全員に話すと、ほぼ全ての人がシステム改善には何年もかかりますねと言いました。当時のアメリカの専門家も日本の現状を分析した結果、アメリカのシステムを導入するには10年は必要と結論付けており、周りの経営者たちの反応も当然のものでした。しかしドラッカーの隣にいた NEC の小林博士は、アメリカの模倣をしてもダメです、私の会社なら数年内にやってみせますとその場で宣言をしました。ただあまり試されたことがない技術を使うといったため、ほとんどの人は真剣に耳を傾けなかったそうです。その場はそこで終わり、ドラッカーが再来日した数年後、日本の電話システムは完全に機能していました。ちなみに小林博士はその後社長に就任し、NEC は通信とコンピュータ、半導体を主軸とした総合電機メーカーへと発展。ドラッカーから学んだ小林博士は NEC 中高の祖と呼ばれました。この出来事がきっかけで、ドラッカーは日本画だけでなく日本という国にも夢中になったようです。日本には大きな潜在能力があると語り、日本は経済大国になるという論文も執筆します。その論文は本格的な高度成長時代に入る前で、そこでは世の中には理解されずに終わりますが、その後の日本が世界を驚かせてきたのは皆さんもご存知の通りです。マネジメントの父と呼ばれたドラッカー、彼はもともと経済や経営だけでなく社会そのものにも関心を持っていました。ファシズムの起源を分析して出版した処女作「経済人の終わり」は、英国首相だったウィンストン・チャーチルに大絶賛されることに。ユダヤ系ハンガリー人であるドラッカーは第二次世界大戦の際にドイツに渡り、その後イギリスへ。1937年にアメリカに移ってからは大学教授として教鞭を取りました。その後は先ほどお話しした通り、経営学者として人類史上初めてマネジメントを体系化、マネジメントの父として世界中から評価されます。2005年11月11日に他界されてしまいますが、ドラッカーは没後も注目され続けてきました。マネジメントの父として、自己啓発者として、現代社会最高の鉄人としての顔を持ち、ビジネスだけではなく多方面へ影響力を持ち続けています。そんな彼は美術館で日本画に魅了された後、日本の歴史についても調査を始めます。そこで日本の転換期となった2つの歴史に驚愕することに。それが明治維新、そして戦後復興です。1930年代ドラッカーのいたヨーロッパでは日本はあまり知られておらず、当然明治維新の出来事も知っている人はほとんどいませんでした。1853年にペリーが浦賀に来航してから、日本は近代化した海外の脅威にさらされることに。そこから日米修好通商条約という不平等が条約が結ばれます。趣旨がずれるので明治維新の詳しい説明はここでは省きますが、吉田松陰の松下村塾で学んだ人々、そして江戸末期に学問を収めた人々が明治維新を起こすエネルギーとなりました。大政奉還、王政復古、廃藩置県などがあり、日本に大変革が起きます。明治維新は日本をひっくり返すような、いわゆる革命のようなものにもかかわらず、それほど大きな血が流されていません。私の感想になってしまいますが、明治維新で他国に比べて多くの血が流れなかったのは、明治維新の目的ができるだけ早く近代化し富国強兵を達成して列強による植民地化を防ぐためだったからではないでしょうか。政府を倒して自由を勝ち取る、
というタイプの革命ではなく、日本という国を他国から守るという目的のための行動。敵を倒すという意図が諸外国の革命と比べてそこまで強くなかったのではないかと感じました。ドラッカーが明治維新を知った1930年代はヒトラーがドイツを手中にし全ヨーロッパの征服に乗り出した頃。そんな状況の時に明治維新を知ったドラッカーは衝撃を受けます。彼は明治維新のことを、明治の指導者たちの成し遂げたことほど人間の歴史の中で興味深いものはない、ヒトラーの台頭を許した失政と分裂と動乱に匹敵する状況から社会を蘇生させ固有の文化を守り抜き政治と経済の機能を取り戻すことに成功した偉業だ。歴史的に見ても途方もない課題と混乱をこれだけうまく乗り切ってきた社会は他にないと語っており、明治維新を知ったことによって社会や組織への関心につながっていったそうです。そして約20年後ドラッカーは再び日本の奇跡を目撃します。それが戦後復興。1945年第二次世界大戦で日本は敗戦、都市部は焼け野原になってしまいます。終戦直後生産能力は低く物価も上昇、土地は焼け野原、総人口の1割強が罹災したとも言われ、当時の状況を見たドラッカーは、1940年代末の日本を見て復興を可能とした者は一人もいなかったと語りました。しかし戦後からわずか10年の間、科学技術の蓄積や朝鮮戦争、軍国主義から民主主義への転換など様々な出来事が発生。その結果生まれたのは世界中の人々が想像もできない新生日本の姿。さらに本田宗一郎さんや松下幸之助さんなどの起業家の登場など多くの要因もあり、日本はとんでもない速度で復興を進めていきました。戦後の悲惨な状況から世界第2位の経済大国に成長していく姿は世界史に残る高度経済成長とも言われ、高い評価を得ています。絵画で日本の文化に触れ、明治維新や戦後復興で日本人の強さと精神性を知ったドラッカー。そんなドラッカーが、明治という時代の特質はある人物の生き方に象徴的に現れています、と最も評価した日本人をご存知でしょうか。その人物は実業家渋沢栄一。2024年からの新札に描かれることが決まり、一気に注目度が高まりました。ドラッカーは来日後から日本について言及する著作が増えていますが、次第に渋沢栄一に関する発言も見て取れるようになりました。マネジメントという書籍では、プロフェッショナルとしてのマネジメントの必要性を世界で最初に理解したのが渋沢だった。明治における日本の経済的な躍進は渋沢の経営思想と行動力によるところが大きかったという発言を残しており、渋沢栄一のことを高く評価しています。渋沢栄一はその生涯で約500の会社に関わり、同時に約600の社会公共事業に貢献。もはやすごすぎて実感が湧かないくらいの数字です。しかしドラッカーが渋沢を評価していた理由はその数字や実績だけではありませんでした。渋沢栄一は日本の近代化経済発展に大きな影響を与えた人物。幼い頃から読書が好きで勉学に励み、15代将軍徳川慶喜の幕臣として働いていました。そして幕府使節としてヨーロッパへ派遣されます。このヨーロッパ派遣が渋沢栄一のターニングポイントの一つ。資金で事業を行い利益を分け合う資本主義に大きな衝撃を受けた渋沢栄一。帰国後明治維新によって静岡の法大院で謹慎していた徳川慶喜の元へ行き、これからはお前の道を進むといいと言われた渋沢。しかし徳川慶喜に恩があったためそのまま静岡にとどまることに。そして静岡で渋沢がフランスで見聞した株式会社や銀行の仕組みを初めて模倣した商法会所を設立。そこからは大蔵省の一員として国づくりをしたり、退職後に第一国立銀行の総監役として活動をします。株式会社組織による企業の創設育成に力を入れ、生涯に約500もの企業に関わりました。そんな渋沢栄一のどの部分をドラッカーは評価したのでしょうか。その秘密は渋沢栄一の事業の理念にありました。論語とそろばんの趣旨である道徳と経済の融合、そして武士の魂を持って商人の才覚を発揮させる士根商才。ここで言う武士の魂とは社会的責任を果たす志高い在り方のことです。ドラッカー自身も、利益は目的ではない、
企業とは株主の利益を最大化すべきものという定義はおかしいと語っており、非常に近い価値観を持っていたと考えられます。ドラッカーは渋沢栄一の価値観について、率直に言って私は経営の社会的責任について論じた歴史的人物の中で、かの偉大な明治を築いた偉大な人物の一人である渋沢栄一の右に出る者を知らない。彼は世界の誰よりも早く経営の本質は責任に他ならないということを見抜いていたのである。そしてドラッカーは渋沢栄一をロスチャイルドやロックフェラーをしのぐ明治の偉人であると評価しています。ちなみにこの紫紺商祭の考え方は多くの経営者が体現しており、石油関連企業の出光興産の創業者、海賊と呼ばれた男でおなじみの出光佐三氏もその経営哲学の一つに紫紺商祭を掲げています。1959年に初めて来日して多くの経営者に出会い、日本は経済大国になると確信したドラッカー。そんなドラッカーですが、日本をただ褒めたたえるだけではなく、日本の将来を危惧して警告を残していました。失われた30年と呼ばれた平成を終え、令和になってから数年、ここ数年間日本は激動の時代となっています。ドラッカーは140年前と50年前の2つの転換期に匹敵する大転換期にある。ただし前の2つの転換とは違い、今回は失勢、混乱、敗北の類がもたらしたものではなく、主として成功の結果もたらされたものである。成功のもたらす問題は失敗がもたらす問題とは大きく異なると語りました。亡くなるまでドラッカーは変われない日本を危惧していたといいます。ドラッカーの懸念と警告は日本で現実となってしまい、長く続いています。しかしこの状況を打破するヒントも同時に残してくれました。日本が今成長発展の制約条件だと頭を抱えているもの、これが次の発展の条件になるのではないか。日本は高齢化の問題で最先端、つまりドラッカーは日本にモデルケースになってほしいと思っているのです。日本はすでに60年代の公害問題を乗り切ったじゃないか。国土が狭くて環境負荷がかかりやすいことが日本の制約条件と言うけれども、これは新しいビジネスモデルや技術や社会モデルを生み出す一つの大きなエンジンになる。様々な制約条件は日本のその次の発展条件だと語っており、課題こそ次の成長のきっかけであり、日本がそれを乗り越えられると信じてくれています。日本人が自分たちの力を信じきれていない状態ですが、世界でもトップクラスの経営学者がこのように評価してくれるのは、私はとても勇気をいただけました。皆さんも何か感じたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。さらにドラッカーは日本へ向けてこのようなメッセージを残しています。求められる姿勢、変化と継続双方への関わり方、一人一人の取るべき行動、リーダーシップは同じである。日本は外国からの影響を自らの経験の一部とする。外国の影響の中から自らの価値、信条、伝統、目的、関係を強化するものだけを抽出する。その結果は混合ではない。15世紀や18世紀の日本画が示すように、一体化である。これこそが真に日本に固有の特性である。私は日本が歴史上繰り返し行ってきたことを再び行うよう望む。世界は近代的であると同時に際立って非西洋的な文化を必要とする。ニューヨークまがいやロサンゼルスまがい、あるいはフランクフルトまがいの日本ではなく、日本的な日本を必要とする。ドラッカーはこれまで日本が行ってきた非日本的文化の吸収、行動、倫理、美意識などを取り入れ、日本的なものに変換していくことを期待しています。多くの国が西洋化を目指して失敗したが、日本は明治維新で西洋化を選ばなかった。日本が行ったのは西洋の日本化だったといいます。今を生きる私たちも明治維新の時のように、明治から昭和にかけて活躍した経営者のように、そして戦後復興に尽力した多くの方々のように、日本人としての心を忘れずに生きていきたいですね。こうした日本の姿は、ただ学者が日本は世界に必要とされているというだけではなく、実際に教育で取り入れられています。それが世界トップの頭脳を育成するハーバード大学、そのハーバードの教授で経営史の教鞭を取るジェフリー・ジョーンズ教授はあるインタビューにて、日本の強みは日本人であると語っており、その国民性や経済に関する実力を高く評価し、特に明治維新や三菱創業者の岩崎弥太郎氏の授業を多く行っています。ハーバードの授業を調べた書籍、ハーバードはなぜ日本の基本を大事にするのかでは、
ハーバードの教員や学生がリーダーとしての基本を日本から学び取ろうとしていることでした。日本の当たり前はリーダーとしてとても大事なこと、日本企業の事例はものすごく経営の本質を考えさせられる、といった言葉を何度聞いたか分かりません、と語られており、学生からの評価の高さがうかがえます。さらにハーバードにはジョーンズ教授をはじめ、経済学者のレベッカ・ヘンダーソン教授やマネジメントを研究するウィリー・シー教授など、多くの知日派が在籍、日本に関する授業を行っています。ハーバードビジネススクールを代表する知日派ジェフリー・ジョーンズ教授、世界の一流大学で教鞭をとっている彼は日本への造詣も深く、日本研究の支援などを行う機関ハーバード大学のライシャワー日本研究所の教授も兼任しています。特にジョーンズ教授が力を入れて教えているのが明治維新、そして岩崎弥太郎と渋沢栄一。彼は日本人に関する多くのインタビューに答えており、ジョーンズ教授の日本人観に触れた方も多いのではないでしょうか。ジョーンズ教授が日本に関心を持ったきっかけは、ある一人の日本人との出会いから。ジョーンズ教授は1970年前後、ロンドンスクールオブエコノミクスの教員を務めており、その頃は世界の経営史学会で日本が中心的な存在となっていました。まさに高度経済成長を果たした近代日本の黄金期ですね。その頃ジョーンズ教授が出会ったのが一橋大学の米川真一元教授。米川元教授はジョーンズ教授を経営史学会の国際会議に招待します。今では世界的権威のジョーンズ教授も当時は名もなき若者の一人、とても国際会議に参加できる立場ではありませんでしたが、ジョーンズ教授の才能を見出した米川教授はチャンスを与えました。ジョーンズ教授は、能力のある若者にチャンスを与える日本の文化は素晴らしい、と感銘を受けたそうです。そこからジョーンズ教授の日本研究が始まります。ハーバードビジネススクールではジョーンズ教授の授業以外にも日本について学ぶ授業があります。その一つが日本のリーダーシップについて、リーダーシップ開発プログラムという授業の中では、既存事業を変革できるリーダーを育てるという点に着目して授業を行っています。アメリカは個人を重視する文化であり、カリスマ性のある起業家が全てを引っ張るようなスタイル、対して日本では集団主義が前提です。そのため全体のバランスを考え、チームワークに重きを置きます。大きなチームを引っ張っていく素養は日本人が持つ強みの一つ、こうした民族性が評価され、ハーバードの授業で取り入れられています。日本研究を進めてきたジョーンズ教授は現在ハーバードビジネススクールの選択科目企業家精神とグローバル資本主義にて、三菱グループの創業者である岩崎弥太郎、そして明治維新を取り扱っています。明治維新に関しては他にも多くの学者が注目しており、経済学者のドラッカーや文明の衝突のサミュエル・ハンティントンもその中の一人です。ジョーンズ教授はなぜ明治維新に注目しているのでしょうか。彼は日本が他の国と大きく違う点として、社会制度そのものを国民がひっくり返してしまったことを挙げています。国が主導して制度を変えていったわけではなく、国民が原動力となって全く新しい制度を作り上げました。しかも地方の小さな武士のグループが大きく活躍しています。ジョーンズ教授は、ここから大きく学べることがある、国の社会制度は変えられるものだということです。自分の国の制度が国全体のためにならないと思えば変えることができるということです。最初は一人でも小さなグループでも本気で立ち上がれば国全体を変えられるのです。こういった変革には犠牲が伴います。当然明治維新でも多くの人々が犠牲になりましたが、その結果大きな躍進を遂げました。多くの犠牲といっても、国をひっくり返すという革命の規模を考えれば、その数は欧米であった革命の100分の1程度のもの。ドラッカーなどはこの犠牲の少なさを評価していますね。ジョーンズ教授は明治維新後、日本が大きく経済成長した要因について2つの側面から語っています。一つは江戸時代には高度に発展した社会が完成していたこと。当時の日本には大きな経済市場があり、農業も高度に発展、識字率も高く、全国平均では約 60% 以上、江戸の町では約 70% 以上と言われており、世界でもトップクラスの識字率を誇っていたようです。技術力も高く、真面目で勤勉、
日本の優れた人材は国の経済成長に大きく貢献したと語られています。そしてもう一つの要因が武士の倒幕運動。武士たちは江戸社会では社会階層として高い地位にいます。そうした地位にいる彼らが黒船や欧米の技術を見て危機感を抱き、現状に甘んじることなく社会変革を推し進めてきました。ジョーンズ教授はこの危機感が明治維新を推し進めたと語っていますが、私にはそれだけだとは思えません。当然危機感は大きくあったのでしょうが、日本人が持っている成長への意欲、勤勉さ、そこに他の文化を取り込み自分たちのものにできる器の大きさ、つまり日本人としてのもともとの民族性があったからではないかと私は感じています。武士たちによって実行された明治維新、そしてその中にいた土佐藩出身の下級武士の一人、それが岩崎弥太郎です。ジョーンズ教授は岩崎弥太郎のことを学生のロールモデルとしてふさわしい人物として授業で取り扱っています。最近の MBA の学生が持っている価値観として、20代で何かを成し遂げておかないと今後の人生は厳しいというものがありますが、岩崎弥太郎が起業したのは30代になってから、そして40代になって巨万の富を築き上げました。ジョーンズ教授は30代からでも遅くないということを学生に伝えたいと思い授業で取り扱っています。40代でも十分早いと思うのは私だけかもしれませんが、 SNS 等を見ていると日本人の若者の間でも20代で何か成果を出さないともう遅いという価値観の人が増えてきています。勤勉さを持ってチャレンジを続けていれば何歳になっても遅くはないということを日本人も改めて学ぶ必要があります。特に私を含む年上の世代が若者たちに伝えていくこと、そして話を聞いてもらえるような関係性を築くことが重要なのかもしれませんね。岩崎弥太郎は三菱の創業者として有名ですが、もともとは上級の武士から差別を受けるだけでなく農民からも蔑まれるという環境で育ってきました。岩崎は土佐藩の身分の一つである地下浪人の出身。地下浪人とは武士の身分のまま農業に従事した武士の最下層である豪士が、その資格を他人に譲渡し豪士の地位を失ったという身分。つまり武士の中では下級も下級、かなり低い身分の生まれです。ちなみに坂本龍馬も豪士の出身でした。岩崎はその身分の出身で差別と貧困の中で育ちます。しかし彼は勉学に励み、土佐の中でも秀才として藩主から褒賞されており、江戸に出て朝霞権祭の私塾でさらに学びを深めていきます。この塾では吉田松陰や高杉晋作らが学んでいたようです。しかし岩崎の父が起こしたトラブルにより土佐に帰郷。岩崎は父親の冤罪を奉行所に訴えますが、相手がすでに奉行所に手を回していたため相手にされず、そこで岩崎は奉行所に、官は賄賂をもってなし、国は愛憎によって決す、つまり奉行所は金で判決を下すという落書きをして、岩崎も投獄されてしまいました。一見ネガティブな事件ですが、この投獄がまさにこの先の岩崎を作っていきます。彼は牢獄の中で一緒だった商人から算術や商法を学び、その後のビジネスの基礎を作ります。彼の反骨精神、折れない心の強さがうかがえますね。その後1867年3月に改正官長崎商会の主任になります。この改正官は富国強兵、殖産興業を推進するため1866年に設立された土佐藩の貿易商社、この商社の主任になったことで岩崎はどんどんとビジネスの腕を磨いていきます。そして海援隊の会計係となり、廃藩置県後筑摩商会を設立、筑摩商会が改名され三菱商会が誕生しました。そこからどんどんと成果を出し日本有数の企業となります。岩崎弥太郎と並んで語られるのが日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一ですが、実は二人は両極端の考え方を持っており、対立関係にあったとされています。渋沢栄一は日本の近代化経済発展に大きく影響を与えた人物です。幼い頃から読書が好きで勉学に励み、15代将軍徳川慶喜の幕臣として働いていました。そして幕府使節としてヨーロッパへ派遣されます。このヨーロッパ派遣が渋沢栄一のターニングポイントの一つ。資金で事業を行い利益を分け合う資本主義に大きな衝撃を受けた渋沢栄一、その後銀行の仕組みを模倣した商法会社を設立、
大蔵省の一員として国づくりを行い、その後第一国立銀行の総監役となります。株式会社組織による企業の創設育成に力を入れ、生涯に約500もの企業に関わりました。そんな渋沢が残した論語とそろばんという書籍はご存知かと思いますが、その趣旨は道徳と経済の融合、そして武士の魂を持って商人の才覚を発揮させる士官商才。ここで言う武士の魂とは、社会的責任を果たす志した高い在り方のことを指します。簡単に言うと、渋沢栄一は公益を重視した事業を行うべきだと考えていました。対して岩崎弥太郎は真逆、企業の成功の鍵はトップの経営者による独裁的な運営にあると信じており、他人の思惑に惑わされず、ただ利益の極大化を図り、支配力の確立を追求するという、日本人よりも少しアメリカっぽいような在り方で経営を進めました。ただその結果、日本トップクラスの大企業が生まれ、多くの雇用と国益を生んだことも間違いありません。ジョーンズ教授が岩崎弥太郎を取り扱っているのは、アメリカの価値観に親しみやすいところがあるためなのかもしれません。ただジョーンズ教授は渋沢栄一も授業で取り扱っており、どちらの姿勢も学生たちに伝えています。逆境でも前を向いて戦い抜く姿勢、そして失敗を恐れずに進んでいく行動力、今の日本人も岩崎弥太郎から学ぶことは多くありそうですね。冒頭でもお話ししましたが、ハーバードビジネススクールでは日本、特に日本企業からリーダーシップを学ぶ授業を行っています。佐藤千恵氏の著書、ハーバードはなぜ日本の基本を大事にするのかという書籍では、著者が複数のハーバード大学の教授や多数の生徒への取材で見えてきたことが書かれています。書籍の中では、柿の種でおなじみの亀田製菓を事例に、新製品戦略やマーケティングの授業が行われていると言及されています。その他にもトヨタや楽天などの事例、日本がこれまでに起こしてきたイノベーション、特に鉄鋼、自動車、通信分野の技術革新は皆さんもご存知の通りかと思います。もちろんビジネスの数字の部分だけでなく、ホンダから見る人を大切にすること、アジアの規範となった日本モデル、日本人起業家が教える創業者の役割など、日本人としての民族性がなければできないことを取り扱った話が多数あり、ハーバードが日本から多くのことを学ぼうとしていることがわかります。日本の過去の事例から多くのことを学んでいますが、もちろん今後のことについても言及している教授がいます。それが冒頭からお話ししているジョーンズ教授。ジョーンズ教授はアメリカの IT、特に SNS 関連で言及しており、アメリカの IT 企業は自社のテクノロジーやサービスがもたらした良い影響ばかりを強調し、悪影響については一切言及していません。それどころか、まるで悪影響などないかのような態度を貫いています。SNS は社会に大きく浸透し、さらに AI の登場で今後の社会は大きく変化していくことでしょう。ジョーンズ教授はその AI によるリスクに警鐘を鳴らし、それらの問題を解消できるのが日本企業だと語っています。ジョーンズ教授は日本の何を見てそう感じているのでしょうか。まず現在挙げられている AI の問題としては、核兵器保有国の中には悪意を持つリーダーがトップを務める国がある。世界の国々の防衛システムにはすでに AI が搭載されている。 AI は存在しない情報やデータを生成してしまう傾向がある。 AI は良くも悪くも感情がないため、悪用される危険性は常にあります。そこまでの悪意がなくても、金銭のみに注目してしまうと偽情報などが蔓延し、社会は混沌としていくことに。しかし日本には士官商才の価値観が存在します。ジョーンズ教授は、日本企業には今こそ日本の資本主義の礎を築いた渋沢栄一の理念に立ち返ってほしい。金銭至上主義のアメリカの IT 企業の仇を踏まないでください。欧米企業の模範となってほしい。先ほども少しお話ししましたが、渋沢栄一は社会の利益を重視しており、全てのビジネス上の決断は倫理的に行わなければならないと考えていました。日本にはこの精神性に影響を受けた企業が多くあり、社会をより良くするために企業は存在するという価値観が根付いています。高い倫理観を持った日本企業には世界に率先して、本当の意味で社会をより良くするような AI を開発してほしいと思います。と大きく期待を寄せていただいています。今も、そしてこれからも日本は大きく変化していくことでしょう。
そういった社会でも日本人として先人たちが残してくれた価値観を大切に今後の社会を作っていきたいですね。世界トップの頭脳も学ぶ日本の文化、それは知識として役に立つだけではなく、実際に多くの国の人々を魅了しています。日本に34年間住んでいるアメリカ人政治学者エルドリッチ氏は日本のことをいればいるほど好きになると、その魅力を高く評価しています。現在は政治学者として日本の政治、外交、教育などより良い日本の実現のため様々な政策提言を発信しています。青い目の侍とも評されるエルドリッチ氏は、世界の目から見た日本の素晴らしさ、そして未来に対する危機感を語っています。日本に再びリーダーになってほしい、いればいるほど好きになる、日本に恩返ししなくてはいけないと、日本に対する強い思いを持ち活動をするエルドリッチ氏。一体彼は日本のどのようなところを魅力に感じているのでしょうか。エルドリッチ氏が日本に関心を持ち始めたのは1980年、彼が大学生の頃でした。当時の日本は高度経済成長を果たし、世界でも輝きを放っていました。まさにサクセスストーリーであり、その異質さゆえに脅威を感じることもあったようです。さらに日米間の経済摩擦が激しい時代であり、アメリカ国内の日本に対する評価も少し脅威を感じている方向によっていて、日本に関する話題は多く扱われていたようです。そのため日本に対する関心を強く持っていたエルドリッチ氏、そして一人の日本人留学生と出会い、さらに日本という国に興味を持つようになります。そして1990年、総務省、外務省、文部科学省と自治体国際化協会が協力して行った外国語青年招致事業ジェットプログラムにて来日しました。公立中学校の英語教師として派遣されたのが兵庫県多可町。多可町は兵庫県の中心付近に位置しており、多くの自然に囲まれた山間部の町、日本一の酒米、山田錦発祥の町、日本一の手すき和紙、杉原市発祥の町、そして敬老の日発祥の町として有名です。本来は1年のみの滞在予定だったそうですが、日本の魅力に取りつかれ、2年、3年と伸びるうちに、気づけば34年もの間、日本に滞在することになりました。エルドリッチ氏が日本に来た理由の中には、なぜ日本はこれほど急成長を遂げたのか、という点があります。これに関してエルドリッチ氏は、日本に来たいと思った当初の疑問の答えはすぐに見つかった。日本の国力の原点は、人々とその社会だ。勤勉さや真面目さ、礼儀正しさ、地域社会、組織志向、助け合いの重視、我慢強さ、といった特徴だ、と語っています。今回は、エルドリッチ氏が挙げた日本の特徴として、4つのものを紹介していきます。日本に住んで34年になるエルドリッチ氏、彼が感じた日本の魅力の一つが、郷土愛。もちろんこれは日本だけではなく、世界中で見られることですが、アメリカから来たエルドリッチ氏は日本の文化を見て驚愕します。ジェットプログラムで日本に来ていた彼は、肩書きとしては役場の職員でした。日本では小規模な祭りを含めれば全国至るところで行われており、多可町でも同様に祭りが行われています。役場の職員であるエルドリッチ氏はお祭りを手伝うことに。契約が重視されるアメリカから来た彼は内心、契約違反ではないかと思ったそうです。しかし日本人にとってお祭りの準備は仕事ではありません。地域のためにみんなで協力して行うもの、故郷のためを思っての自発的な行動です。個人的には地方に行けば行くほど郷土愛が強いように感じています。そしてエルドリッチ氏が感じた日本の魅力、それが思いやりと礼儀正しさ。今やどこでも言われていることではありますが、まさにおもてなしの精神が日本の大きな魅力の一つです。エルドリッチ氏がビジネスホテルに宿泊した時、箸が使えない状況に備えて言わなくてもフォークを用意してくれていたそうです。まさに相手を見て事前に準備をする日本人のおもてなしの精神、目の前の人に喜んでもらおうとする思いやりから来る行動の一つがおもてなしです。一体なぜ日本人はおもてなしを重視する思いやりのある民族になったのでしょうか。一説には他の民族に占領されたことがないことが挙げられており、独特の文化考え方が定着してきたのではないかと考えられています。衣食足りて礼節を知るという言葉もありますが、
海洋国家で食物も育ちやすい環境下だったため、他国に比べて衣食が足りやすかったということもあるかもしれませんね。そしてこれは意外に思われるかもしれませんが、エルドリッチ氏が驚いた日本の要素の一つがその多様性について、彼は最初に高町に赴任しましたが、その後は地方創生の研究に力を入れており、日本全国全都道府県をめぐって研究を行っていました。そしてその結果、生活習慣や言葉、料理など必ずその土地ならではの特徴や魅力があることに気づきました。日本ほど多様性のある国は知りませんと語っています。とても分かりやすい例の一つとして食文化の違いがあります。お正月に食べるおせちやお雑煮、全国どこでもありますが、地域によって具材や味が違います。関東が濃い口醤油と砂糖なのに対して、関西では薄口醤油と出汁を使用するなどの違いもありますが、例えばおせちに入れる具材でも、青森県はナマコ、長野県は長芋羊羹、熊本県はからしれんこんなど郷土料理に影響されていますね。日本の食文化が大きく違う理由の一つがその地形によるもの。日本は南北に長く伸びた列島であり、海や川、山、平野など様々な季節と地形が存在しています。地域ごとの気候や風土にも大きな違いがあり、その土地ならではの四季折々の海の幸、山の幸に恵まれています。特に山間部の町と海に面した町では大きく変わりますね。東京の 1000km 南の島、小笠原諸島ではウミガメを食べる文化もありますし、北海道ではトド料理を提供している場所も存在します。そうした自然の味を生かした料理を作り、食材を無駄なく使うための調理と工夫のある保存方法によって多様な食文化が生まれてきました。四季を味わうための料理の器、盛り付け、部屋の飾りにも気を配っており、食事以外の面でも多様な文化を生み出しています。工芸品でもその多様性を見ることができます。栃木県の日光では日光下駄が特産品として有名ですが、これは石や雪、坂道が多い日光山内を歩くため、草履に下駄を組み合わせたものが原型です。山口県の器、萩焼では七化けといって、使用するうちに色合いが変化する焼き物が存在します。萩焼の土は粒が粗く、釜で焼いても締まりが少ないのが特徴。そのため細かな隙間があり、そこにお茶やお酒が染み込むことで次第に色合いが変化していきます。これらも食文化と同じく、地域によって地質や環境が違うことが理由です。その土地に最適なものを生み出すための意識、そしてそれを実現できるだけのアイディアと技術力を持った日本人ならではの多様性とも言えるかもしれません。その多様さは住宅様式でも見ることができます。岐阜県の合掌造りや広島県の竹原格子、岩手県の南部曲がり屋など、こちらも地域によって特色のある造りになっています。日本全体で共通している日本の住宅の様式としては木造建築であること、住宅技術が発達し世界中とつながった現在でも一戸建て住宅の約8割が木造建築で建てられています。縄文時代からずっと木造住宅に住んできたのはもちろん日本に森林が豊富で木材の調達に苦労しなかったという点が大きいでしょう。ただ日本には石も大量にあったため、作ろうと思えば石造りの家も作れたはずです。実際飛鳥時代にはすでに中国からレンガの技法が伝わっており、良質な粘土質の土壌も日本各地で採掘が可能でした。しかし今でも日本は木造建築がメインです。その理由は日本の気候条件にありました。6月には南北の気流がぶつかり梅雨に入るため雨が多く降る日本、その後夏に入り南側から湿った暑い気流が北上してきます。夏の暑い日差しに加え非常に湿度が高く、体感気温もさらに上がることに、湿度が高いとそれだけ不快な気持ちになりますよね。そのため日本ではできるだけ湿度を抑えられるような住環境が必要になります。木材は空気中の水分を吸収するため湿気の多い日本の住宅には最適。石やレンガは先ほど湿度を調整する機能を持っていないので、技術が入ってきても木造を選んできたということでしょう。ちなみに冬には木が夏に溜め込んだ湿気を出してくれるため極度の乾燥が防げるようになっていました。先人たちの知恵にはいつも驚かされますね。このように日本にも多様な面で多様な文化が存在しています。ご出身や在住の地域で何か独自のものがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。
そしてエルドリッチ氏が感じた日本の魅力の最後の一つが家族や地域のつながりの強さです。特に地方、田舎であるほど家族や親族が近くに住んで歴史や文化の継承が行われていました。こういった継承は国や地域の安定化には必須項目。エルドリッチ氏は都市部でも3世代同居を支援すべきだと考えると語っています。これら4つのそれぞれの特徴はある程度は他国でも見られますが、50カ国以上を訪問してきた私が知る限り日本はトップクラスだとエルドリッチ氏は語っており、これらの要素が掛け合わさった日本人の姿はまさに唯一無二と言ってもいいのかもしれません。日本を愛し長年日本に住んでいるエルドリッチ氏、そんな彼は日本の良さを伝える活動の他に、その愛情ゆえに日本の将来を危惧し注意喚起も行っています。まず一つが首都一極集中について。先ほど日本の4つの良さをご紹介しましたが、エルドリッチ氏は日本に滞在して34年近く、日本の良さがどんどん失われている、一番の要因は首都一極集中だと考えると語っています。人口が首都に集まり地方が過疎化することで、特に地域の文化や伝統は途絶え、日本の多様性の喪失、家族や地域のつながり、そして思いやりや郷土愛なども失われていきます。地域の若者が減り、労働力が減少すると産業も途絶え、介護や医療なども海外委託になっていき、日本の安全保障にも関わってきます。日本を強い国にするには地方創生しかないと語っており、そのためエルドリッチ氏は地方創生に力を入れているようです。そしてもう一つ、彼は日本人の気質のマイナス面にも目を向けており、先ほどの特徴が縦割りで閉鎖的排他的な社会をもたらし、機動力がなく外部との連携やアイデアの共有を妨げていると語ります。エルドリッチ氏は特に大学でこのマイナスの要素を感じていたようです。大学は研究機関でもありますが、当然教育がメインの場所、教員や職員、学生といった内部の人たちだけではなく、国や世界、地域社会、企業などと関わりを持って相互作用で成長していくための場所でもあります。ただ外との交流に閉鎖的な日本の大学は、学生にとっての機会損失を生むだけではなく、社会にとっても損失であると語り、警鐘を鳴らしています。アメリカ人で、外から来た人間が日本でこういった側面に言及することは、勇気が必要なことだと思いますが、それでも日本の将来を考えて言及してくださっていることが、私は嬉しく思います。30年以上、停滞してきた日本の社会、そしてその変遷を日本の中に入って見てきたエルドリッチ氏はこのように語っています。いればいるほど日本が好きになり、恩返ししなくてはいけないという気持ちが強くなっていく。戦後日本は世界の発展のために多くの貢献をしてきました。私は仕事で世界50カ国を訪れてきましたけれども、とある隣国は別にして、ほとんどの国が強く元気な日本を望んでいます。世界の感覚から見て日本ならではの良いところ、今は失ってしまった特性をもう一度見直し復活させるお手伝いをすることで、混乱している今の世界に正しい方向を示す日本に再びリーダーになってほしいという思いがあるんです。戦後高度経済成長期を経て世界のトップを走ってきた日本、その民族性と技術力で世界に多くの貢献をしてきた姿は今でも世界から尊敬の目で見られています。今失われつつある日本の良さをもう一度取り戻し、再び世界に貢献できる国にしていけるといいですね。最後にレヴィ・ストロース自身の言葉を引用します。日本文化は東洋に対しても西洋に対しても独自のものであります。日本はアジアから多くのことを学びました。近い過去にはヨーロッパから、そして最近では米国からも多くのものを取り入れました。これらはうまくふるいにかけられ、一番良いところだけが取り込まれ、日本文化は現在に至るまでその独自性を失っていません。今日では日本文化は健全な社会の在り方のモデルを示しています。西洋に対しては精神的衛生のモデルを提示します。今度は西洋の国々が日本から学ぶ番なのです。これまでの日本は諸外国から良いところを取り入れ、それを独自の文化で発展成熟させてきました。そういった世界文化との調和という概念を今度は私たちから世界に発信して、より良い社会構築のお手伝いができれば良いですね。というわけで今回の動画は以上です。この動画が面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。